これからスライディングエクササイズのプランクハーフサークルという動作の解説をしていきます。スライダーの方は2枚用いていきます。肘付きのプランクポジションになります。頭から、かかとまではまっすぐ保ってください。ここから手前にスライドで、こう描いて前にスライドで、まっすぐ元のスタートポジション。動作中は必ず頭から、かかとまでまっすぐ保つようにしてください。手前にスライド、こう描いて前にスライドで戻す。1、2、それぞれの肘の下にスライダーを置いた肘付きのプランクの状態からスライダーを手前に引く。で、こう描いて前に持ってくる。で、まっすぐ戻す。で、前に引く。こう描いて前でスライド。まっすぐ元のポジションに戻す。以上がプランクハーフサークルになります。